皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回はバラの肥料対決動画の7回目をお届けします9月中旬になって早い方はもうバラの夏剪定を終わらせている頃でしょうかあまり遅くなっても寒さで咲かなくなってしまうので夏剪定はタイミングが難しいですよね肥料対決で育てているディスタントドラムスというバラは 敷き咲き性があるので、秋にも咲いてくれます。現在の株の状態をご覧いただいた後に、実際に夏剪定をしようと思っています。園芸・ガーデニングに興味のある方や、バラの肥料選びにお悩みの方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。 まずは現在の株の状態をご覧いただきます。左側がバイオゴールドで育てている株、右側が超発酵アブラカスおまかせで育てている株です。前回の動画から2週間ほど経過して、再び同じくらいの高さになってきました。やはりバイオゴールドの効き目が一旦切れていたようで、肥料を与えたらすぐに芽吹いて枝を伸ばしました。 このことからも、バイオゴールドには速効性があることがわかりますね。超発酵油カスをお任せは、速効性はあまりないのですが、効き目が持続する印象です。初期生育ではバイオゴールドに遅れを取りましたが、その後は挽回してきています。現段階では、状態はイい分と言えるのではないでしょうか。 それではバラの夏剪定について少しお話します夏剪定は必ずしなければいけないという作業ではありません夏剪定の一番の目的は開花のタイミングを調整することですご存知の通りバラは気温の高い時期にはあまり見応えのある花を咲かせませんかといって寒くなってしまうとつぼみが開かずに花を楽しめなくなってしまいます バラの開花にちょうどいいと言われているのが、10月中旬から11月上旬あたりなので、そこから逆算して枝を切り戻すのが、夏剪定と言われている作業です。そうなると、夏剪定をしなくてもいいケースや、夏剪定をしてはいけないケースが出てきます。続いて見ていきましょう。 夏剪定するべきか否かは、お住まいの地域や育てているバラの品種、そして生育の状態によって異なります。まず、夏剪定をするのは四季咲き性のあるバラです。品種によっては一季咲きといって、春にしか咲かないものもあるので、その品種を夏剪定したからといって秋に咲くわけではありません。また、株の状態が悪い場合は夏剪定をしない、 もしくは枝先を軽く切り戻す程度に留めておいた方がいいと思います現在ご覧いただいている株は多少株元に近い葉は傷んでいますが夏剪定をしても問題はなさそうですただ信頼なので深く切り戻すことは避けたいと思っています寒冷地にお住まいの方は基本的に夏剪定の必要はありません 夏剪定の際に悩むのが、切り戻す位置ですよね。実はこれが正解という位置はありません。僕自身も普段夏剪定をしないので悩みますが、まずは高さを決めようと思います。ある程度の枝の太さは欲しいので、全体が3分の2程度になるように切り戻しをします。この辺りにしてみます。細かく枝分かれしている枝の分かれ目より、 少し下あたりですね。ちなみに、高い位置で切り戻しをすると、細い枝先に花が咲くので、一つ一つの花は小さいですが、枝数が多い分、花数は増えます。低い位置で切り戻すと、大きめの花が咲きますが、生育が悪くなるリスクもあるので、株の状態を見て判断してください。 まずは、超発酵油かすおまかせで育てている株からです。こんな感じで、細い枝が何本か出ていますね。もう少し太い枝で切り戻しをしたいので、切り戻す位置はもう少し下ですね。だいたいこの辺りです。それでは切ってみましょう。カメラを固定して剪定バサミを持ってきました。先ほどの位置で切り戻します。 あとは高さがだいたい揃うように切り戻ししていきます枝数が多い場合には中央の枝を少しだけ高く外側の枝を少しだけ低く切り戻すようにすると花が咲いた時のバランスが良くなりますこの株はそこまで枝数が多くないのでだいたい同じ高さに切り戻していきます 続いてバイオゴールドで育てている株の切り戻しをしていきますすでに超発酵油かすおまかせで育てている株の切り戻しが終わったのでその高さに合わせていきますこちらの方が枝数が少し多いですね細い枝でも同じ高さに切っていきます奥の方の枝も切っていきます超発光油かすおまかせせでで、育てていいる株と高さを合わせたいので ここは枝分かれしている少し上の部分で切っていきます正直なところ普段夏剪定をしていないので迷いながら切っています信苗なのでできるだけ葉を残しつつそれでもある程度見応えのある花を咲かせたいですねこんな感じで夏剪定終了です ほぼ同じ高さに切り戻しました。ここから秋に咲く花の良し悪しで、この肥料対決の結論を出していきます。簡単に振り返ってみると、初期生育は左側のバイオゴールドで育てている株の方が良かったです。枝数も多いですね。一方で、超発酵油かすおまかせで育てている株は、生育は緩やかですが、状態は右肩上がりで、 夏場にはバイオゴールドで育てている株を受高で上回ってきました。現段階で農政育面ではほぼイーブンだと考えています。果たしてどのような花を咲かせてくれるのか、結果が出るのは10月下旬から11月上旬頃です。興味のある方は次回の動画もぜひご覧ください。